出てる。水位が。せーの。うい。うわ、ちょっと待って。ああ。やばい。超綺麗。ヒカキン TV Everyday。ハロー YouTube。どうもヒカキンです。はい。本日は。うわ、ヒカキンクッキングで高級スイカと高級メロンでそのままフルーツゼリー作っちゃいまーす。こちら購入しました。高級スイカとメロン、重たすぎる。ちょっと待って、なんかなんか重すぎてさ、こんもりしてんだけど、これスイカ10キロ超えのやつなんですよ。やばくない？10キロって丸尾とモフコ2匹合体させるよ、重いよ。でもこれ大きさに惑わされてやいねえか、見かけによらねえんだぜ。ってことでね、こんな大きさ違うのに、これメロンがなんと1個1万6000円高級で、スイカは7000円です。さあ開けていこう。いや、やっぱメロンなんすかね、フルーツの王様って。ただ僕ね、どっちも好きなんだよね。これ銀座千匹屋のやつですから、これ銀座千匹屋いいやつです。もうこれさ、お人様に送る用のフルーツっていうレベルのやつだからね、家で自分では食べないよ、こんないいフルーツ。あー、梱包が違うよね、これもう。こんな大切にされてるんだ、君は。いい育ちをしているね。うわー、マジで。でけえ。これ10キロもあんのか、これ。あ、軽っ。メロン軽っ。あ、うわー、これスイカさんとね、差をつけてきましたよ、これ。木箱なんだ。うわー、これやばいよ、これ見て。銀座千匹屋、銀座やぞ、俺らって感じで。マスクメロン、マジ。これちょっと待って、お高級メロンってこれマジで上こうなってんだ、ピーンって。すっご、これうまいぞ。よし、この2つをね、フルーツそのままゼリーにしていきます。それがどんなゼリーかというと、まあ、簡単に説明すると、まずこの2つをね、真っ二つにバーンって切って、中身を丁寧に全部くり抜くんですよ。で、その美味しいね、身の部分から汁を絞り出して、おつゆをね、で、それをこの綺麗にほじくったスイカのこの皮の部分だけ残して、そこに戻すんですよ。で、あのゼラチンと混ぜてゼリーにするっていうやつです。だから要するに、この外側のこの皮の部分はそのまま使うってことです。だからちょっと難しいんだけど、頑張りまーす。わ、それじゃやっていくか。じゃあまずね、大変そうなスイカからいっちゃいますわ。これね、おお、詰まってる。でででで、あいやいやいや、よし、切っていこう。一つここで問題が発生してるんだ。こんなスイカが大きいのに、うちにあるまな板がこれしかねえんだ。ちっちゃい、ちっちゃい。一人暮らしだとこれでさ、十分だったからさ、これ絶対これスイカの汁が飛び散っちまうけど、まあいいや、切っていこうぜ。お手手を切ったら大変なのでね。ブラックハーツ、さあ切っていきます。ブーンブーン。やばい、やばい、やばい、スイカ包丁やばい、こんなん持ってたら捕まっちゃうよとか、怖い。すげえ。これでぶった切ると。で、普通スイカってさ、こういう線があってさ、こう切ると思うんですよね、こう線の向きに。なんだけど、ちょっとゼリーにした時の形を考えると、ちょっとね、このスイカが長細いんで、こういっちゃった方が良さそうなんで、あえてこう切ります。うわ、怖え。気をつけないとな、包丁は。よし、いきます。6-4くらいの比率で切ろうかな。せーの。あ、切れ味いい。ああ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 あ、すごい。おー、ちょっとね、このほら高さ、ほら違く切ったんすけど、っていうのも全部くり抜いて絞るともちろん減るんすよね、ちょっと量が。なんだけど、半分よりは多く汁が取れる気がするんで、ちょっとこっちを多めにしました。ちょっと斜めってんな、切り方が斜めってっかもしんないけど、うまそう。
食べちゃいたいけど我慢する。さあこっからはほじくり系だな。生まれて初めてスイカほじくるんだけど。はい、それではサーティワンアイスクリームみたいなやつで掘っていきます。電動でもねいいみたいなんだけど、ちょっと綺麗にやりたいんでいきます。あ、余裕だ、柔らかい。でここに入れてって種を後で取り除きます。まずは綺麗にくり抜きます。後でミキサーにかけるんでね。あーこれ楽勝じゃん。もっとなんかめちゃめちゃ硬いのかなって思ってたら、よし頑張ろう。種食っていくか。嘘見やしねえよって感じなんだけど、ぶっちゃけ食べてもね。ただ今回ゼリーを綺麗にさ半透明にしたいじゃん、ゼリー。そう考えると種はちゃんと取り除かないと多分濁っちゃう気がするんだよね、おつゆが。だからそこを適当にやっちゃいけないと思うんだ。ほらヒカキンクッキングの底力見せてやる。なんか量が多いな、傘がなんかすごくなってる。スイカって詰まってるからこんくらいに見えるけど、こうやって出していくと量が半端ない。ただ超綺麗になんかくり抜けそうな気がする。結構腕が疲れんなこれ。けど楽しいな、こういうなんかずっと同じこと繰り返すの。ほんと向いてるかもしれない、これフルーツゼリー職人に向いてるかもしれない。ほーらもう結構なんか7、8割くり抜けてきてるわ。ただこれが容器になるのですごいね、均等にまんべんなく壁きれいにしなきゃね。今日いいマグロ入ってるよ、ほら。いやー脂乗ってるよ、ほら見てみー、これ青森県産、いいマグロやろ。ってぐらいマグロ感出てるんですけども。さあ大体ねもうね取れてきたんで、一回ちょっと中のおつゆをこして、最終的に全部ね同じとこに行くんですけど、ほらこんな感じでさ、めちゃめちゃおつゆが溜まってるんですけど、これをここでこしていくんですよ。いくよ。もったいないけどなんか普通に食べたーい。ここで全部こして、最後にこの中にゼラチン入れて固めるってわけだ。おお綺麗だ、素晴らしい。これあんまりこうやってオラオラとかやってるとバキッていっちゃいそう。壁が薄くなってくると結構強度がない。やばいなこれ、気をつけよう。これでバキッて割ったらもう終わりですから。さあ種のない部分をこっちに入れていきます。ほら種をね取り除きながらこっちに移していきます。こんな感じで、あーマグロがマグロ。なんたってね、昔ねスーパーでね魚屋も経験してますから、僕は。一瞬だけ。めちゃめちゃうまそうなんですけど、これちょっと1個ぐらいいいよね、1個ぐらいいいよね。おお普通に食べたい。うめえ。あ、種だらけになってきた。この辺からは頑張りが必要だな。ちょっと頑張ります。やばいことになってる。大量ですこれ、本マグロってぐらいやばい。もうだいぶもうほぼ綺麗に分かれたんで、あと細かいのはね絞っちゃおうと思います。もうこれ、あーやばい、これダメだ、マウンテンが。でちょっとねこの種だらけの方にはもうここに入れちゃいます、絞っちゃいます。うわーちょっと量がすごい。いいんじゃないこれ、こんだけの量あったらさ、これ深めにしてよかったかもしんないね、溢れちゃうかもしんないんで。じゃあこれで一回こっちは粗い方は絞っちゃいます。これどんくらいなんだろうね。ちゃんと種分けたからこれね綺麗になると思うんだ。うわーすげー、え見て見てこれ超綺麗なんだけど、これほらほら、うわその絞りやすい、これ超綺麗なゼリーになるよ多分、楽しい。ただちょっともったいない気もするんだけどもね、本当だったらこれもシャリシャリ食べるとこだからさ、これ結構楽しいから僕こういうお店で裏方で毎日やりたいんだけど、すげえ楽しい。握力鍛えられんなこれ、ねじっていくスタイルかな。うおーすごいすごいすごい、ほらもう種の芯まで絞り出してやるぜってくらい、濁んなければいいんだ。待ってこれマジで無限に出てくるんだけど。よしもうこんなとこだろ、全力で絞ったわ。うーやばい見て超綺麗、頑張ってよかったじゃあもっと美味しい方、これをミキサーにかけていきます。ブーンブーン。それでは種をね頑張って細かく取り除いたこの本マグロの方をミキサーにかけていきたいと思います。でミキサーにかけた後にまたジュースを取っていくといきましょう。これ満タンに入れていいよね、多分3回くらいに分けないと入んないんで。マジでこれはうまそうだな、すごい綺麗。スイカって種ないとこんな綺麗なんだな。だからあれだよね、種なしスイカだったら超簡単ってこと、マジで。ちょっとね売ってなかったんですよ、近くに種なしスイカが。まだメロンもあるから頑張んなきゃな。よーしこんなもんか、ちょっと大丈夫かな、これ大丈夫大丈夫大丈夫、よいしょ、吹き出してこねえよなこれ、マグマみたいに。いきます、スイカジュース、ファイブ。あゆっくりいってるゆっくりいってる、すごいすごいすごい、減ってってる減ってってる、スイカ、あー
砕け落ちる瞬間は一瞬だった。うわー、いちごのスムージーみたい。これをこしていくと。はい、いきます。はい、グオン。うおー、うまそう。こうやって頑張ることによってジュース取れる分が増えるわけですよ。これを何回も繰り返すってことだな。ほらー、うわー、なんか滑らかだから、これすごいいっぱい出るな。ほら、雑巾処理。あらー、まあこんなもんだろう。あー、疲れんなこれ。あと2回ぐらい頑張ります。やっと全部腰終わりそうなんですけど、もうね、キッチンスイカの汁だらけ。飛び散ったり落としたりとか。すごいじゃんこれ、すごいじゃん。見てこれ、すごい量でしょ。5リットルぐらいあるっぽいですね。10キロのスイカなんで今回取れんだ。よーし、ラストだなこれで。ほらー、オーケー。いやー、険しい道のりだったぜ。まだメロンあるから、ラストスパート。すげー量取れちゃったな。やっぱいいスイカだからかな。最後の一滴まで妥協なくいくぜ、俺は。うわうわぁ、うわぁ、オッケー。やべぇ、超頑張ったんですけど、ギリ2杯でこれ多分済むかな。これ1杯 2.5 リットルっぽいんで、ちょうど5リットルぐらいだね。やべぇ。はい、というわけでスイカ汁絞り終わったんで、ここにゼラチンを混ぜていきます。一応ね、量はしっかり調べて、ちょっと固めになるようにしたくて、電子レンジでやろうかも迷ったんですけど、しっかり温めて混ぜるために鍋でいきたいと思います。ここにゼラチンを混ぜていきます。よし、スイカの汁温めるって大丈夫かって感じするよね。強火でやったらなんか味変わっちゃいそうじゃん、なんか。で、80度ぐらいに熱して、ちゃんとゼラチンを溶かして元の方に戻すと。こんないっぱい入れるんですよ。やばいでしょ。ちょっとどんくらい熱いか、ちょっとだけね。怖いね、これ。職人。あー、あったかい、あったかい、スイカ、あったかい、ホットスイカです。いや、多分これもう80度ぐらいいってると思う。やっていこうか。入れていきます、ゼラチン。こんな入れていいのかなっていうぐらいね、これ固まんないようにしないとね、ゼラチン。台無しになっちゃうから。はいはいはい、見て、ほら、こんな感じで。こう、まんべんなく。なんかさ、スイカがなんかさ、変な感じになってきてんだけど、大丈夫これ。分離してきてんだけど、おい。本当はなんか火止めてから入れるのか分かんないけど、しっかり溶かしたいから、まあもう入れていくわね、大丈夫でしょ。ラスト。いや、これすごい量入れたな。よし、さあ、しっかりと溶かして、まんべんなくね、変なダマみたいのがないようにして、これを元のスイカ汁に、戻して、しっかりと混ぜると。よし、これを入れていきます。混ざれよ、ちゃんと。なんかうまくね。なんかうまくね。技術があるよこれ。はい、こっち。さあ、これで最後に、まあしっかりスイカに戻して混ぜるんで、どうせしっかり混ざるんですけど。よし、オッケー。よし、量が多いから大変なんだ。これでしっかり混ざってないと固まんないかもしれないから、温かいのは上に来ちゃうから、下の方の冷たいのをこうやって上げて。よしよし、でも混ざってる感じがするんで多分大丈夫ですね。これでスイカに戻していきます。よーし。やっほーい。スイカもね、ちょっと傾いてたんで、このボウルに突っ込みました。さあ、いきますよ。これを、いきます。せーの、はい。うわー、ちょっと待って。せーの、あー、あぶねー。うおーい、ちょっと待って、入りきらない。いいことだ、でも足りなかったって言うと、あーよかった、捨てなくて。じゃあこの蓋側も使おう。ちょっとこっち少ないかもしれないけど、ちょっと少ないか。まあでもいいじゃん。やばー。これさ、綺麗にするためにさ、ちょっとこのさ、アクみたいの取って、多分この泡も固まるでしょ。ゼリーって泡とかあんじゃん。この泡を取っておくことによって、より綺麗なゼリーになるんです。はい、このまま固まったら結構もうレジェンド級だぜこれは。はい、よし、完成。これであとは冷蔵庫で待つだけなんだけど、これなんかサランラップとかした方がいいかなってぐらい超パンパンなんですけど。運ぶの、いくよー、いくぜ。マジで傾けらんねえ。おー、ちょっと、おー、ちょっと待ってよ。大丈夫、私は今 82.6kg だ。こんなものは軽い。
やっぱプロだぜ。危ない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 、あーちょっとこぼれた。けどほとんどこぼれてない。オッケー。あーうーん、よし。いやーこれ明日固まるのかな、心配だけども。よし、オッケー。さあメロンやろう。ブーンブーン。これ本当にさ超綺麗な形してるよね。これもいいさ。よしメロンはこう切っちゃおうかな。結構まん丸なんで。いやーこれね1万6000のメロンってうまい。超いいメロンだから。いきます、せーの。うこれね本当に食べ頃のやつにしてもらったんですよね。おてか種がこれ取りやすいよ、メロンって。おおおお、パカーン。あこれちっちゃー余裕だ。これこっちは可愛い感じでいけるかもしんない。あよかった。もうスイカがもう大変すぎてさ。つーかさ、なんかさスイカ差別するわけじゃないんだけどさ、メロン絞るって超もったいなくね、なんかなんでだろう、メロン絞るって超もったいないんだけど、なんかふぅ、この一番おいしいさ、このおつゆの部分、じゃあもうこれえ、もったいねえもったいねえメロンでやってる人ってだってあんまいないもんね。なんでやんないんだろう。うまくいかないのかな。これちょっと実験だね、うまくいくかどうかは。これにだってゼラチン混ぜちゃうんでしょ、もったいねえ。さっきとね、本当に丸口同じ工程で作っていきます。それではほじくっていきます。うわー、もう食いてー。ちょっと待って、もったいねえんだけど、なんかおっ超いい匂いすんじゃねえか。ゼラチン混ぜたくねえよ、これ。なにこれ、超いい匂いすんじゃん、これ。メロンの方が硬いんだな、なんか外側。まあ、物にもよるんだろうけど、すげえなんか、スイカよりしっかりしてるかも。まあ、ちっちゃいってのもあるからね。超楽超楽スイカの10分の1くらいの時間で終わるやん、これ。楽だな。食べて、独り占めしてよ、これマジで。兄弟で分けろとか言われたらもう独り占めしてよ、これ。こうやって出してみると量多いね。ちっちゃいメロンだなと思ったのに、容量は詰まってんだな。片手で持てちゃうからね、本当に。うん、はい、結構綺麗だよ、ほら。さあ、じゃあミキサーかけていこう。もったいない。やべえな、これ伝わんないよね、多分。超いい匂いがすんのよ。一回でほとんど入っちゃう。これ結構すごい綺麗なゼリーになるかもね。でもこっちもちょっと黄緑色っぽい感じ。よしさよなら、今の6000円。一瞬であの歯応えがなくなってしまった。よし、こっからだ。ただやっぱりなんかスイカの方がパッと見綺麗なんだな、多分。はい、ちょっとなんかパイナップルみたいな色なんだよね。メロンって緑地味てるけどちょっと黄色っぽくなっちゃうんだな。これがどうなるか、ゼリーになったら。ただこっから絞っていけばスイカみたいに透明感が出るのかね。あ、いいんじゃないの。これやったことある人あんまいないんじゃない、こんないいメロンでね。だってこれ本当に最後の一滴まで絞んないとマジでもったいねえ。あー、もう腕が限界だってくらい絞って、わさびみたいになってんだこれ、絞りすぎて。あー、ちょっとこれさ、さすがにこれもったいないから、これ中のやつ食っていいかな。あー、そっか、種が入ってんのか。うわー、なんかドリアンみたいになってる。うわー、あ、味がないです。でもさ、すごくない？やっぱさ、果物ってさほとんどが水分なんだねってぐらい超いっぱい取れた。これはすごい。じゃあここにゼラチンを混ぜていきますやべえなこれ、やべえよこれ。1万6000円のメロンの汁温めてるやついるよし、温まったんで入れます。さっきよりはこれでもだいぶ少ないんだけど、なんか多く見えんな。まあでも固まんなかったら嫌なんで、まあ入れちゃうか。 OK、 5袋ぐらい入れました。うん、溶ける溶ける。やっぱ鍋でやって正解。よし、混ぜます。これで、ああ、いい感じいい感じ、大丈夫だ。よし、混ざったでしょう。オッケー、入れていきましょう。めっちゃいい感じなんですけど、これこんなもんだな。よし、で泡取って、めっちゃ綺麗なんだけどよし、オッケー。やばい、これ見て、ほら透明感があるよ、こっちも素晴らしい感じ。気泡もほとんどないでしょ。これでじゃあ冷蔵庫入れていきます。あ、軽っおお、いい感じ。やべえ、超完璧なんですけど、超綺麗なんですけど。さあ、固まってくれよ。よーし、はい、というわけで丸一日待ちたいと思います
はい。はーい。丸一日経ちました。バッチリ固まってることでしょう。ドキドキすんね。あんだけでかいとさ、ちょっと心配じゃん。まあ、行きます。うわ、行きます。いでよ。スイカメロンそのままゼリー。え？え？ちょっと待って。メロンがなんか固まってないっぽい。なんで？うわ固まってねえ両方。いくよ。え、だから固まってないじゃん全く。これもしかしてなんかメロンの中の成分になんかゼラチン固まらない成分が含まれてるとか。16,000円終了。飲むしかねえな。飲むしかねえな。神様、あんな頑張ってくり抜いて絞っちゃった、あの身を返して。じゃあ飲むよこれ。固まってないのにゼラチンがめちゃめちゃ中に含まれてる、なんかジュース飲むってなんか嫌だよね。なんか嫌だね。それではいただきます。あ、うまい。うまい。ほのかにゼラチンを感じるけど、うまいわ。スイカ行きましょう。スイカ行きましょう。行きます。 GO。 これ大丈夫っぽいよね。なんか開けた瞬間にメロンはなんか揺れてたんだよ、水面が。これね、大丈夫っぽい。大丈夫っぽいぞ。あー、すげえ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 、いけてるんじゃないこれ。 OK。 これちょうどいいプルプル感。ほら、プロ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 。じゃあでかい方真っ二つにしてみるか。あ、ちなみにまな板買いましたからね、これ今日ね。重って。そっか、まあまあ5、6キロあるからね、これでね。よし、じゃあ切るか。いきますよ、超緊張する。3、2、1、ぶった切り。これ中がさ、固まってないとかそういうことってないよね。この上の部分がやっぱ超綺麗だからさ、やべえ。やった、大成功だ。これさ、ここ真ん中からこうやってもう一回いったらなんかいい感じで切り出せそうだよね。こうやって手気をつけていくぜ。破壊するかもしれない、怖いな。お、完璧。やべえ、スイカゼリー界のプロかよ、巨匠だよ。はあ、はあ、すげえ。超綺麗、切った方も超綺麗。やべえこれ。なんか引っ叩きたくなってくるね、これね。ちょっと薄くしてみるか。プルプルして。あ、ちょっと待って、ゼリーが剥がれてきてる。ちょっと待って。あー、ゼリーが、おお、たぶん。薄すぎるとここほら剥がれてきてんの、こうやって。ダメだこれ。強度がこれダメなんだ。あ、これは、ブンブン。それではいただきます。メロンジュースかっこゼラチン入りを添えて。いただきます。一番綺麗なやつ、これいっちゃうよ。ここほら、いくよいくよ、マジでいっちゃいます。せーの、うん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 、そのまま食べた方がやっぱりめっちゃうまいね。特にほら、砂糖を入れたりさ、なんか味付けしてないから、本当に純粋なスイカのちょっと薄まった味って感じですね。そういう味がちょっと物足りない、そんな時はこっちのね、これをこうやっていっていきます。うまいわ。味はこっちの方がうまいかもしんない。固まんないとやっぱそのままメロンの味がする。うん、うん。これすぐ苦しくなるわこれ。くじ、プリン7、8個くらい食ったくらいの量食ってると思います。スイカと違って最後の方が食べづらい、顔にチューチューチューってついてくるからさ。
結果、固まらないメロンジュース。おいしい！って感じでね、これね、普通のスイカをこの分食べるのと、このゼリーを食べるのの苦しさが全然違う。やっぱスイカってさ、噛んでさ、口の中で身はシュンってちっちゃくなって、なんか水分じゃん。固まったゼリーをこの分食べるってやばい。もし真似するんだったら、ちっちゃいやつでやった方がいいかもしれないです。あと味もちょっと薄くなるんでね。はい、でも大成功でよかったです。ゼリー編みたいのがすごいね、落ちてんだよ。この動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひポチッと、その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブーン、じゃんけんポン、バイ。ダーラク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 。